ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は HTC から発表された新型のスマートフォン HTC Desire 12と HTC Desire 12 Plus をご紹介します。この HTC の Desire シリーズは2011年頃までは au やソフトバンクから発売されていたんですが、それ以降は SIM フリーとしては数機種出されてたんですが、あまり売れることもなく、結局今ではデザイアシリーズは日本から撤退した形になっています。ただこのデザイアシリーズ、海外では今でも継続していて、今回発表されたモデルはデザイアシリーズの最新モデル、デザイア12とデザイア12プラスとなります。スペックは次の通りです。 HTC デザイア12の方が CPU がメディアテックの MT6739、 ラムは 2GB または 3GB、 ロムは 16GB または 32GB、ディスプレイは 5.5 インチで、解像度は 1440×720 ドット。カメラは背面のアウトカメラの方が1300万画素。前面のインカメラは500万画素。バッテリー容量は 2730mAh で、OS は Android 8.0。そして価格は日本円にして約2万5000円となります。一方の HTC Desire 12 Plus の方ですが、こちらは CPU が Qualcomm の Snapdragon 450になって、RAM は 3GB、ROM は 32GB。ディスプレイは 6.0 インチで、解像度は 1440×720 ドット。カメラは背面のアウトカメラがデュアルレンズとなっていて、1300万画素と200万画素の組み合わせ。前面のインカメラは800万画素のシングルレンズとなっています。バッテリー容量は 2965mAh で、OS は Android 8.0。価格は日本円にして約3万1000円となります。ということで、今回発表されたデザイアシリーズは、iPhone 8のような感じで、ディスプレイの小さいモデルと、一回り大きなモデルの2種類が存在します。スペック的には、ミドルレンジではあるんですが、やや低めで、エントリー向けのスペックになっています。価格は2、3万円ということですので、どちらかというと、スペックよりは価格を重視したモデルになっています。ただデザインは割と高級感があって、そこまで安い端末という印象は受けないデザインになっています。両方とも最近流行りの縦長ディスプレイに対応しているほか、デザイア12プラスについては背面のアウトカメラがデュアルレンズに対応しています。インターフェースとしては両方とも共通で 3.5 倍のイヤホン端子を搭載しているほか、USB 端子はマイクロ B となっています。現在 HTC が日本で販売しているモデルは U シリーズだけになっていますので、あえてこのデザイアシリーズを日本で発売する可能性は低いのではないかと思います。もし購入を検討される方いましたら、輸入サイトなどを利用して購入する必要があります。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。